さあこの後は我が校の秘密の研究室勤務パフューム研究員が登場です。さあ今夜は菓子床のっちあーちゃんの中でいい男なのは誰だの研究をお届けです。ちょっと前に1回これ多分研究したけど、はい、研究重ねていくよねパフューム6つ。たくさんの生徒からの依頼、子供のっちを研究せよ。あれ？この前来たばっかりだと思ってたけど。5月5日、子供の日じゃけん来てくれるんかな？あ、なるほどね。うん、じゃあ呼んでみようか。せーの、子供のっちやあお姉さんたちさ、苦笑いで呼ぶのやめてくれね。いや、降りてこい降りてこいってなんかやってるようにすごい感じ。上を見てたからさ久しぶり、ちょっとぶりだよね。ちょっとぶりだね。どうも子供のっちだよ。そう、この前来たばっかりだからね、うん、でも来てくれるんだね。まあ、この前は、うん、まあ、イレギュラーなタイミングだからそういうの知ってんの？そうね、でも今回の子供の日周辺は、うん、子供のっち的には、うん、まあ、レギュラータイミングだから、うん、あー、来てみた。レギュラーね、レギュラーね、うん、そう。ところでさ、すごい、何何、今日来たのはね、うん、学校の友達が悩んでることがあるから、お姉さんたちにぜひ相談に乗ってほしいんだけど、いいかな？いいよ。いいよ。どちらでよければね。ありがとうございます。営業みたいな。熊本に住んでいる12歳女の子の友達のラジオネーム、ラジオネームちょっとよくわかんないんだけど、果物大好き。わかんない風にしなくていいよ。果物大好きちゃんの相談です。かわいいね。純粋だよね。かわいい。さっきご飯食べてたら、小一の妹が突然、私将来パフュームになるって言ってきて、いきなりだったのでびっくりしたけど超嬉しかっただって。超嬉しかったんだ。嬉しい。うちらも嬉しいよ。嬉しい。ありがとう。まあ、夏、相談が、うん、相談がね、来てるんですけれども。相談なのね。ここでね、そう、それがね、お姉さんたちに相談なの。うん。小一の妹が、うん、パフュームになるにはどうしたらいいわけ？いいわけって。うん。パフュームになりたいんだもんね。パフュームになるんだもんね。そう、パフュームになるんだって。なんかね、のっちもね、スピードになるって言ってパフュームになった人だから、うん、あ、知ってる知ってる。私のメンバーです ね、 ね、そういうタイプもあるってことね。どういうことなのって、そのスピードになるって、その4人になるってさ、どういうことなの？誰かを退かせるってことなのみたいな。子供のっちは、のっちさんのことなんとなくわかるんだけど、なんでわかるの？なんかこう、セーラームーンになるみたいなね。あ、うん、そういう感覚だったんだと思う。なるほど。あんまね、深く考えるとね、損するからね。いや、損はしないで。うん、そう思います。じゃあ、質問答えてもらおうかな。すぐクラップ入れるよね、マジ。なんか、こんな子供いる？切り替えるね。どちらのお姉さんからかな。じゃあ、私から行こうかな。はい、かしゆかさん。パフュームになれるかどうかはわからないけど、パフュームになると思って夢を追いかけ続けたら、新しい妹ちゃんにしかできないことが生まれると思う。なるほど。じゃあ、あーちゃんさんかな。あーちゃんさん。張り切って、ですね、張り切ってどうぞ。どうも。優しい。乗った乗った。いやだね、乗っからされるの。そうね、まあやっぱり、うん、なりたいんだったらお歌をやったり、やりたいんだったら踊りをやったりしないといけないから、うん、真似から始めたらいいと思う。なるほど。パフュームの曲で簡単な曲はチョコレートディスコとか、チョコレートディスコ、
うん、オリリズムとか、オリリズム、そう簡単に踊れる曲はいっぱいあるので、うん、その曲をお姉ちゃんはお姉ちゃんなりに、うん、曲をね、うん、教えてあげたりとか、うん、一緒に聴いてあげたりして一緒に踊ったり歌ったりしてみて、うん、なるほど。そうするともっと楽しいなって思いが出てくるのか、うん、それともまあ私には向いてないなって思うのか、うん、わかんないけど、なんかいろんなことを試してみるってことは大事かなと思います。そうだね、うん、それによってパフュームを通して新しい友達ができるかもしれないし、そうだね、やっぱ歌とかダンスやってる子って基本的に明るい子が多いと思うんだよね。そういうあの副作用的なあのこともあると思うんで、おすすめしたいと思います。まとめた。そっか、わかった。じゃあラジオネームっていうのがちょっとよくわかんないんだけど、果物大好きの妹に後で教えておくね。引っかかるとかまだあるだろ。もうこんな時間だ。明日も学校あるんだった。そっか、よかしいちゃったね。じゃあ、まゆも姉さんたち、僕もう寝るね。寝たい。さっと帰る。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。バイバイキーン。バイバイキーン。Ladies and gentlemen, boys and girls, ladies and gentlemen, boys and girls, Populox, starring Perfume. 皆さん、こんばんは。かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて、Perfume です。よろしくお願いします。大丈夫ですか？のっちさん大丈夫です。のっちさん、あ、久しぶりだ。おはようございます。誰ですか？ここからですか？のっちさんの今、はい、自分のキャラ迷走してないです。じゃあ大丈夫ですか？大丈夫です。はい。さあ、私たちパフュームですが、はい、今日から PTA 発足10周年と5周年、パフュームとあなたホールツアー再開でーす。わーい、スタートしましたね。2月に幕張メッセでやった後に、うん、本日大阪フェスティバルホールにお越しの皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。大阪から再開でして、うん、まあ、やっぱりテンション高いですからね、皆さんね。何でも知ってる私たちよりも Perfume に詳しい人たちと。そうだね、うん、うちらよりも覚えてくれてるからね。そうね、はい、うん、なんかそういう皆さんと温かい時間をね、これからも過ごしていきたいと思います。はい、待っててね。Perfumeの中のいい男選手権を研究せよ。前に一度研究しまして、うん、はい、生徒のみんなから私たちの男前が分かるような質問メッセージを募集していました。これ募集したのかしちゃった。いや、これ本当に早くない？え、これってさ、好評なの？いや、だったみたいだよ。みんな楽しかったのかな。いや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 、本当にマジでやめてほしい。これ難しいんだ。難しいよ。早めのおかわりだもんね、これ。そうだよ。かなり人気ってことなんじゃないの？いやだよ、味しめないで。もう送ってこなくていいから。たくさん書いてくれたみたい、みんな。いやだよ、マジで。ありがとう。 ありがとう。あーちゃん、あー、始まる。今あの店員さん見てたけど、あの子の方が可愛いとか思ったんでしょ？思ってないよ。嘘。怪しい。見ちゃってた。俺見ちゃってたかな。やっぱこれ本能だからさ、目がいっちゃったら仕方がないんだよね。だけどさ、俺が今選んでんのはお前だから、マジでお前しか好きじゃないから安心して。よし、アイスでも食べに行こう。わかった。変なこと言ってごめんね。マジ苦手これ。チャレー、チャラいよね。よく喋るようになっちゃうタイプね。よく喋って、まあノリでそういう風に交わしてもらえたら、こっちも本気で言ってるわけじゃないんで。女子側もね。はい。かしゆか、今あの店員さん見てたけど、あの子の方が可愛いとか思ったんでしょ？え？いやいや、そういうんじゃなくって、ああいう服装お前がしたらどうなるかなと思って。いやなんかああいう服装とかああいう髪型も見たことないし、似合うかなと思って見てただけ。なんかちょっと今度やってみてよ。わかった。変なこと言ってごめんね。いや、わかんないでしょ。騙されんな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 。うまいな。うまいね。動揺しないことが大事。どんどん使ってってほしい、これは。やだ、この子。いなされてるからね、これ。完全にね。のっち、あ、来た。今、あの店員さん見てたけど、
あの子の方が可愛いとか思ったんでしょ。わ、俺の目線に気づいちゃったかな。あ、よく俺のこと見てるね。可愛かったよね、さっきの女の子。あれ、焼き餅焼かせちゃったかな。可愛いな、可愛いなってなんだよ。本当に練習してるこれ。してる、洗面所ですごいしてる。してる、鏡見ながらやってるじゃん。やだ。形から入る。あれ、分かってくれない、分かってくれない、分かってくれないみたい。もうちょっとなんか言って。君に焼き餅を焼かせたかったんだよ。桜坂。焼き餅を焼く君がとても好きなんだ。分かった、変なこと言ってごめんね。正直やだよ。何何、その感じで、いや気持ちをやらせたかったんだとか言われてもマジでえってなる。やだ。さあ、こちらはラジオネーム札幌ピースくんからいただきました。札幌ピースくん、うまかったね。すごいこと考えるね。やだから男の子だから、うんうん、言われて嫌だったんじゃない。そういう人がいたんだろうね。うん、ね、あーちゃん、え、私がなんで怒ってるか分かってる。あ、もっとやばいの来た。え、あ、怒ってんの。あ、ごめん、ごめんごめんごめん、あ、ごめん、俺なんか、え、なんか知らなかった。おい、ごめんごめんって。オッケーオッケー、じゃあ俺がバツ1ね。バツ 1? バツ 5? 多すぎだろそれは。わかった、じゃあアイス行こう。わかった、変なこと言ってごめんね。アイスで解決だ。怒ってることにさえ気づいてない、こいつやばいな。鈍感男、すごい。バツ1がバツ5だった。それも覚えてない。でも鈍感男結構惹かれるタイプになるし、もうなんかもういいやって、もうなんか怒ってるのもバカらしいってなる。そう、こっちだけ騒がしくしちゃってるっていう人は好きかも。そうなのね、うん、そうかもしんない、うんうんうん、深刻にやられるとこっちもどんどん深刻になってて、うん、隙があらばバーン行く、うんうん、行きたくなっちゃうじゃん。なんか、うん、今の字で言ってたらいいよね。字でね、うんうん、分かる分かるね。そういう風に嘘ついてたらちょっともうちょっと怒っちゃうけど。もう一段階行く。意外な、意外なところ来てますよ。橋ゆか、私がなんで怒ってるか分かってる。いや、ごめん、分かんないわ。いや、ちょっと待って、いつから、え、何のことで。ちょっとちゃんと話し合おう。本当に俺が悪かったら謝るから。ちょっといつからそうやって怒ってんのか本当気づけなくてごめん。分かった、変なこと言ってごめんね。もう何も言えないよ。言えないよ。こっちがくだらないことでの恥ずかしさったらないよね、本当に。あ、そんなに怒ってるわけじゃなかったんだけどってなっちゃう。冷静に怖い。かなわねえわ今の人には。つら、うん、いわ。つらい、怖い。リズメの男の人ってごめんってなるか、もしくは笑っちゃう。温度全然違うんですけど。どっちか、マジで。マジどっちか。のっち。あのち。私がなんで怒ってるか分かってる？ああ。入れちゃいましょって。君、今ので怒ったんだ。繊細ちゃんだね。僕は今のでは怒らないか。俺ってさ、男と女の違いだと思うんだよね。君と僕の違いを今から解明しようか。よくない。どういうこと。よくないってやめてよ。分かった、変なこと言ってごめんね。今のがラジオネームデルタエコーくん。解明しようか。結構ね、ちょっと似てたのよ。入り口が似てて、で笑っちゃって、笑っちゃって、そんなはずはないさって言ってたから、もう全然入ってこなかった。じゃあ、今の返答を受けて、ウルトラサーバー的には誰が一番男前だったのでしょうか。ドラムロールくるんだ、これ。いつも評価されるんだ。誰だ。カシウカ。おー、リズメ男。
確かに男前に言ったら絶対この人だよね。そう思う、うんうん、怖いところもあるもんね。怖いけどやっぱ女の子的にはついていけるかも、この人には。そうだね、なんかね、うんうん、あれだよね、もう超遊んでる男かもしんないからマジ気をつけろってことだね、うんうん、そうね、ほんとそう、うん、遠山校長ねえ、なんで私が怒ってるか分かってる？なんでかって、いや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 、じゃあ逆に言わせてもらうけど、俺だって怒ってるからね。え、ああ、なんで？そんなこと聞いてくるやつって俺マジ本当どうかと思ってるから。なんでなんで、俺だって怒ってる。いや、どういうこと？怒りと怒りの掛け算どうなるか知ってる？もうぶつかってぶつかって感情のぶつかり合いよ。そこにはね、俺幸せしかないと思ってる。君をずっと幸せに。違うそういうコーナーじゃねえんだよ、だから。いや違うんだ。違う、俺の、俺のセリフだよ。あ、そうか。まさか突然あんな急角度で来るとは思ってなかったからさ。いや、あれはきついわ、ちょっと。難しいよ、これ。いや、無理、こんなの。ああ絶対無理だよ。岩田先生、はい、なんで怒ってるか、私は分かってる？え、分かんない、ごめん。とりあえずごめん。分かってるから。ごめん、わかんねえから、ごめん。何がごめん、本当に、うん、ごめん。ひたすら謝る。これまた、これバブチにやってるやつです。嫁に？ごめん。なんかごめん。申し訳ない。奥さんにはこれない。これなっちゃいます。怖いんですもん。ただ小声でずっと謝る。怒ると怖いんですもん。これ難しいわ。ただ歌詞よく言えばすごいわ。めちゃくちゃかっこよかったよ。なんか、あ、俺も使おうってなんかしなきゃ思っちゃったもん。絶対使えないから。キャラにないからね、これね。ないノッチは、あの事務所の先輩は練習してんのかね、はい、本当に。つうか一人だけコーナーが違えんだよ、ね、そういうコーナーじゃねえんだあそこは。これやばいね。めっちゃ面白いわ。面白いから3週間後ぐらいにもう一度この研究期待します。お願いします。明日は我が校の進路室の大王アレキサンドロ先生が登場。アレキサンドロックス Rock!